おいす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 久しぶり久しぶり。おい、まあぼちぼち夏やんか、うん、普段ね、俺があの夏に生息してる場所に、まあ、お前連れてってるからあ、そうなん、まあ、とりあえずあの大船に乗ったつもりで、うん、俺についてきてもらいたい、うん、全部俺に任せて先生ケーキ、細ない。ブドウ使ってんの。はい、着きました。ちょっとね、びっくりしたでしょ、今。編集点かな、いや、違う。普通にあの、孫だったらお前びっくりするかなと思って。びっくり。まあ、こんな、だいたい見たらわかるっしょ。わかる。あのね、沖縄です。あ、はい。あ、だいたい沖縄に来るの。やっぱり、まあ、陽キャ、うん、まあ、陽キャなんでね、僕は、正真正銘の、うんうん。まあ、やっぱ日本で一番暖かいところを、にやっぱ陽っていう感じの通り、やっぱり今太陽に近い温度を求めてるっていうことがあって、うん、ってなるとやっぱ沖縄しかないですね、うん、まあ一旦タクシー行こう。ここから12分ぐらいで、うん、結構ねあのいい感じ の、うん、あの新しくて綺麗なホテル撮ったから、はい、で若狭通りを左に曲がってもらうと、で右が辻町と言ってね、ソープラントでいっぱいあるあ、ぜひ行きます僕、はい、もともとその温泉で例えば背中とか流してもらえたんですか、ジョーに。そうそうそう、いやいいなぁそれ最高でしたろうね。あっちゃん行ったことあるんですか、背中。はい、では秘密。昨日も2回行ったよおっちゃん元気やんこれが今日のホテル、めちゃくちゃいいやん。あ、これ撮ってくれた、めっちゃいいやん。実際なんす、あ、めっちゃいいよね、一緒、うん、いいな、一緒、いいな。結構かかったな、なんかいろんな3つぐらい旅行代理店に電話して比較してどこがいいかみたいな結構大変だったから、まだつると思うよお前も。ほんまお前全部取ってくれた全部お前に取ってもらったお前うちさ結構芸術一家やんか、うん、こういうの感じる、こういう何もやんまだこれ絵が描けないお前のほとんどなんか冬で何やったっけ、あの芸大デザイン科主席賞もらってますで、あの、ひいおじいちゃんは、あの、日本彫刻会会長。で、あの、文化勲章もらってます。お前は？え、俺は、京都大学卒業しました。で、今、フリーターです。おてんじゃん。あ、こういうの写真だもん。こういうの、ささこういうの感じるな。あっつ、あっつ。何回ってか。俺撮ってねえか分かんないんだよ、部屋番号。じゃあ、一回その、結婚にせなあかんやん。ここにして俺のやばい視力がそれだね異様よそれはい、やめとけよお前今これ 何してるん。普通勉強してるお前文系がそれしかくない。いや普通にやってんね。え、いつもこういうところで夏は、はい、勉強してるんですか。で見て海があるじゃないまあ海から結構力もらってて、うん、まあ、海を見ながら勉強する、うん、まあ、だから海、オーシャンビュー必須、はいはい、オーシャンビューカフェかな、うん、俺の検索は。で、ヒットしたのがここやった。ほんまは、ほんまは、あの、近くのサバとこです。やんな、うん、近くのサバとこ。ほんまはとか言ったら、そう、キャラブレるやん、俺の。今まで築き上げてきた俺のキャラが。で、まだ撮ってる、お前。まあ、やめろよ。カメラ切り間違えた。ん？カメラ切り間違えた。おい。結構毎年あの沖縄で勉強するんや。そのリフレッシュしながら。おい。今ちょうど勉強から帰ってきてんけど。お前がすぐ引き上げるからさごめんごめんごめん。お前さ、ごめん、俺がやってる時一緒にやろうって約束だった。ごめん、結構あの沖縄で勉強するね毎年。まあ沖縄で勉強するな、やっぱり、うん、潮風浴びながらね。そっちの方が効率いいし、なんか普段俺さやっぱ都会の人間だから、あの汚い排気ガスとかにまみれて勉強してたらモチベ上がんないし、こうやって沖縄に来てフレッシュな風、自然に囲まれながら勉強するとやっぱ効率もいいから今から何かするとかあるんす。まあ今からちょうどあの6時で下のカウンターが閉まったんで、うん、まあ、そっからまあぶち上げていくかなって。夜のね沖縄に繰り出し事、メリハリはしっかりしてるんや。そう、やっぱメリハリが、メリハリが勉強したといっぱい暴れる、やっぱ暴れるだから大事なのは暴れた後にいかに回復して勉強集中できるかっていう状態に持っていくかって暴れた後、暴れたから勉強のこと考える、考える。だから暴れた後はしっかり体です、うん、
で、その SK のその陽キャ論っていうのは、やっぱ暴れる時もあるけど、やっぱ勉強するってのはやっぱ前提にある。いや、それは本当に勉が、その、前提にある。まあ勉強に限らず、うん、まあ何かやりたいことに向かって頑張るっていう姿勢に、暴れるがついたら、その暴れるがかっこよく見えてくるんですよ。周りからそう。頑張ってる。その傍らでそういうこともできるんだ。やっぱそういう、やっぱね、その人間の価値を広げていくっていう作業。うん、これが大事です。じゃあ今日もちょっとあの夜の街僕ついていくんで。はい。うん。ちょっとお願いします。はいっす。はい、1日目。お疲れ。飲むの早い。いや、まず講師。お前も行けよ。ごめんなさい。強制。うわ。この魚うまそう。え？まあ、人の奪ってくるのは得意。大丈夫。帰って勉強するんやんな。こんぐらい寄ってた方がひらめき力が高まる。あ、そうね。だってこれから残ってるタスクは数学や。広いな。7×8 は1。どうして今日1日目、沖縄初日は。いや、楽しかったっすよ。帰ってきても勉強するみたいに言ってたけど、何してたの？荒野行動。え？あのさ、マジでちょっとさ、もう寝るから寝させてくれよ。そのカメラ回すのまた明日さ、元気な時にやろうや。でもその日が出てる時に、うん、そう、やっぱ陽キャの神髄は出るから。うん、今もう、もう夜やん。暗い、真っ暗な。もう日、これでさ、うん、ただ今はもう休憩モード。おはようございます。朝なって SK シャワー入ってくる言ったのに全然ちょっと出てこないのに、ちょっとあの風呂の方にちょっと突撃したいかなと思います。何してんの？え、用水イメージトレーニング。陽系から。陽水。あ、陽っていう字文字にリンクに水で陽水トレーニング。どういうやって。ちょっとじゃあ、解決のこと移しておくわ。はい。SK に憧れるバーテンとかのために。だからセットルーティンだ。あ、セットルーティンやな。プラス、プレスも前から当てまくる音符を。あ、まあ一通り乾いたらこれをまあ、5プッシュぐらいかな。置いて、あー、つけるのね。うん、いや、大事にしてる。いや、チネリッカさん今流行ってる。俺はこうやってチネだよ、みんな。でも効率悪いからまとめていっちゃう。まあ、だいたいこんな感じじゃないですもん。うん、結構みんなもさ、ちょっと笑いながら褒めてくれるし、かっこいいじゃんって。うん、いじってよ。まあ、だから5プッシュ取って、この両サイド、最初やんね。まあ、ここが一番重たいからさ、これグッてまずやって、そっから前髪行って、前髪をこうグッとこうチネって、体を動かして。で、最後は、まあちょっとトッピングみたいな感覚で、こう、こうやって。あの、天然みたいな髪型だったの。あ、ほんと？沢田製ね。沢田製。沢田大。いや、お前、歯磨きとかするもんよ。なんでそうやろ。いや、口臭って一番最初のママや。人間としての。じゃあ、歯磨き開くとかもな。なんで？臭いもん。おい、マジか。あ。取れちゃった。朝飯まだやったし。食べんなよ、歯ブラシ。力あり余っちゃって。え、今どこにあるの、ヘッド。いい。一個また無駄にしちゃった、歯ブラシ。どこ鍛えてんの、それ。まあ、ここら辺やな。この運動。あ、その筋肉いつ使うんだよ。あ、ジャンプも入れて、スクワットも入れて、スクワットも入れて、
いや、その、それいいな、アジリティ、アジリティもいいな、アジリティいらな、アジリティいらな。喋りかけんのやめてもらっていい？真剣になってください。あ、ごめん、真剣になる。すげえ、そろそろもう行かへん。もう？お前、輪打ちみたいになっとるって。さっきの筋肉、そこの鍛える筋。そうっす。輪打ちに効かせる。横っ腹の筋肉。輪打ちに見せてもらっていい？まずは、これ何があります？まず、下半身固定します。まあ、構えなんでも OK。この速度。ここ、相手を出し抜く。ちょっと見せといて逆みたいな。こういうのも頭。で、ジャンプして高さつける。こういうのもあります。以上です。やーい、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 あ、いつまで密着するの？まあ、今日中はやろうかな。あ、なるほどね。まあ、フィンランドとかもいろいろあったしさ、やっぱもうお前と二人とも話すことないわ。おい、そこまで言う。あ、まあ、そうね、もうちょっとやっぱ刺激が欲しい。ごめんな。うん、まあ、人を呼ぶわ。うん、やっぱりこれって人数で解決する話だと思うね。あ、なるほどね。うん、ちょっとかけてくね。はい。おい、お前、今どこんの？今、カフェ。あ、カフェおんの。で、どうせお前集中しないでしょ、いつものごとく。うん、3分に1回携帯見てる。あ、やっぱそうやんな。そう、今沖縄おんねんけどさ、なんかあの、コバと一緒にいるわけよ。知ってるよ。うん、で、なんかね、飽きてきたの、一言で言うと。早くね。うん、いやいやいや、まぁちょっとね、一緒に過ごす時間長すぎるってのはあんねんけど、普通にお前来てくんね、弾丸で。はい、行こうか、ほんじゃ。おい、ふっくらすぎん、お前。激アツで草です、あざっす。で、まぁ、お前一人だとちょっと心もとないから、あの、池城も適当に連れてきて。一応ね。うん、あいついけると思うし、多分。まあ、あいつに全部取らすわ。うん。そう、あいつに全部事務的なことやらして。ホテルとか送っといて、後で。いいっす。じゃあね、最後招集完了しました。ごめんな、なんか無理な思いさせて。あ、全然大丈夫。じゃあ、あいつが来て、また第2、まあ、第2章開幕と。多分夜ぐらいかな、今から。そうね。まあ、じゃあ、ちょっと楽しみにしておこう。はい。はい。